of Nasty. Nasty の大冒険 YouTube 版。現在地球上の部族はおよそ90の国に存在し、その数5000。中でも多いと言われる地域が南米アマゾン。ここにいる部族はなんと100万人以上。そんなアマゾンの中でも数多くの部族が暮らすペルーへと向かった U 字工事とその一行は、日本のテレビカメラ初潜入となるアワフン族、そしてシピボ族を取材。さまざまな未知なる文化と触れ合っていた。そしてある時、滞在したシピボ族の集落で取材ディレクターが美容に良いとされるミトという果実を紹介され、ありがてえ、ここに来て、ここに来て美容ありがてえ全身に塗った。だが実はこれ、髪だけだと入れ墨入れるためのお肉。塗ると絶対に取れないと言われる染料。そして2時間後、男は黒くなった糸を顔に塗りまして、お母さんが美容にいいっていうことで塗ったらこんな状態なんですよ。そもそも美白でやろうとしてるから逆になっちゃってるんですよ。味自体はちょっと粘り気のあるパパイヤ。だ、誰がそのパパイヤを肌に塗って黒くなると思いますかって話なんですよね。シピポ族の人はこの染料をタトゥーに使うって言ってたんで、タトゥーに使ったらどうなんですか、結構取れやすいんじゃないですか、結構一生いけるよ不安なのが塗ったところがそう高熱で熱発しているんですよね。頭痛がするっていうことですね。塗ったことをね、後悔はしてないんですよ。してですか？してないです、全然。だけど、どうやって生きていこう、今後っていうの。夏アンドスター。夏アンドスターですね。なんせだめ、夏を連れてきた人、めえここからこの男は、破天荒のナスディレクターと呼ばれることになった。朝起きたら、余計黒くなっていてびっくりした。黒なんだ。すごい日がもう。めちゃくちゃ暑いんですよ。全部吸収しちゃうから。暑いもん、いつもより。ねえパパ、この人死んでるの？そうかもね。そんな状態のまま、U字工事とナスディレクターはジャングルの密集船ヘンリー5号に乗船し、アマゾンへの入り口イキトスを目指すことに。何ですかこの空間？すると予想通り。お前怪しすぎだぞ。パスポートを見せろ。なんだこれ、怖くないぞ、別人だろ。スペイン語は話せるのか？怪しまれてる。そこの黒いの、ちょっと来い。写真と全然違うじゃないか。お前は一体何人なんだ？今回はジャングルの密集船に潜入。真っ黒に染まった取材ディレクターが気絶全編。この船に乗り込んで早3日間、連日の撮影に加え、普通はやらなくていい荷物の積み下ろし、タフなオネコックとの付き合いなど、ナス D の睡眠時間はわずか2時間、限界を迎えていた。とここで午前10時、ヘンリー号は次なる大きな村、ビクトリアに到着。ビクトリア、なんかいい名前だな。ビクトリア。停泊時間はわずか10分。それでも少しでも売ろうと村の部族が品物を抱え一気に乗り込んできた。少し向こうですか？もう違う。もう違うと思います。ここを入ったら顔を見るとちょっと違うですね。そうですね。だから女の子なんかすごい細く長い、足が長い、ちょっと違う。バナナ、ワニ、魚のフライ、さらにはこんなものも売っていた。あのおばちゃん、ヘンリーの方に重さみたいなのが、これすごくないですか？この男性が買った。ヘンリーっていうのを、ヒレで売ってる。かわいい。120ソルだったよ。120ソル高いですよ。高いです。めちゃ高いです。4円だよ。4000円だよ。でしょ？高いけど、イキトスで待ってる子供のお土産に買ったんだ。
なんだみんなで運んでる。相当重そうだな。これ何やろうね、これ。これ何ですか？魚だよ。魚？これをイキトスで売るんだよ。やばい、頑張って頑張って。みんな靴脱ぎまくってんだ。置いてってよ。時間でも平気なんだろうな。一方、ナスディは一足先に次の村へ。なぜか荷下ろしを手伝い船に戻ると、早く荷物を運べ、すぐに出るぞ。はい、買ってやる。この船深いです。何でもやる。荷物の積み込み今度で、僕らはもうただの作業員になってます。もうついに助手も外した。ほら、ただの作業員になります。もしこのヘンリーに乗る日本人がいたらちょっと使えないですけど、この国で乗っちゃダメ。本格的に使われてる。時給は0円です。この船乗っちゃダメ。やばい。この船だけ何回乗ってます？もう50回ぐらい乗ってる。今度は荷物を積むためにサンカルロス村に到着。すると、ずーっとまっすぐ南北に伸びてる。おお、でけえ。プリンイグアナ。何俺、プリンイグアナ。すごい。よくペットショップとかでも売ってて、日本でも話題になった。こんなペットにするプリンイグアナ。プリピトがいっぱい出てきました。ヘンリー号も到着。町の雰囲気は結構先住民っぽいですね。ああ、家の作りがなんかあの昔からの家っぽいよね。さすがにやっぱり奥に来てることのだけはあるな。だんだん変わってきたな。 あれはなんだべ。あれレンガですか？レンガ。このレンガは何使うんですか？この奥の水道局のものだ。水道管の工事で使うんだよ。やっとこの村にも水道管が引かれるんだ。水の配給が始まったばかりなんだ。これ実際生活してるんですか？そう、ここは調理場よ。調理場。鶏がいた。アヒルもいるよ。これアヒルだろ。あ、本当だ。すげえ。家畜だ。あっちで豚いっぱいいっぺよ。誕生日とかクリスマスとかお祝いの時に食べるの。あれとか随分こうやっぱり先住民っぽい感じですね。まだ文明がまだそこまで来てない。ここはだんだんとなんかやっぱりちょっと先住民っぽくなってきたな。少しずつだけど。まだ少し経ってるんだな。ここで奥まであるんですか？ええ、奥まであるわよ。みんなもう何しに来たんだというような感じですね。だんだんここまで来ると人が違うな。全然みんなちょっと恥ずかしがり屋さんだ。でも珍しいんじゃないっていうのに、そういえばちょっと自分が真っ黒だったことに気づいた。珍しいわな、これ。日本でも注目されると思うもん、こんなことで。この村の地面はちゃんと舗装されてる。道が沖縄とかの少し田舎に行ったらこのくらいの道の場所はあるんです。でも建ってる建物が若干床が上がってて、木造のすごい古い作り。これすごい古く見えて、作りは家の構造も昔の構造しているのに、壁材はちょっと新しい木でできていて、こっちの壁ないんです。置いてるものがテレビがある、スピーカーがある、 DVD が置いてる。バランスが悪い。急に時代の波がやってきたからこんな家になっちゃって、バランスがすごい悪いです。原始のものに今すごい新しいものが入ってきちゃった。こんな家の佇まいの横にこんな機械、セメント作ってる。木製のボギーボート作ってるのにチェーンソー使ってる。商店が今喧嘩してる。喧嘩してる。喧嘩してる。夫婦喧嘩。レストランって違う。サッカー見てるの。ボロニア対ナポリ。ナポリ3点。面白いですね。いろいろ突っ込みどころ満載の映画登場しました。まずトイレ新品じゃないですか。綺麗に作ってるセメントで、その前にこっちちょっと直せよっていう。住んでますからね、ここ。これどう考えてこれもう潰れてるから。このお宅にお邪魔してみた。寮で使う罠を作ってるんだ。トランパ。あー、こんな状態なんですけど、電話、ラジオ、メモリーカーが入ってる。でね、テレビもあるんです。その下にほら、食用のカメ。おいしいわよ。食べる、このカメは食べる。でも小さいからこの子はまだ食べないわ。これは取ってきたんですね。そう、手がヒレみたいになっている。ほんとスッポンみたいな感じですね。そう、スッポン。噛みつくから気をつけてね。大きいやつはいないんですか？パパが食べちゃったからもういないわ。早く大きく育てろって。時代の流れを感じる。すごい。進化早い。なんかもう何とも言えないバランス。不思議。この建物の
時代の日本だとしたらテレビないですからね、絶対に。だけどここにはテレビもネットもパラボランでも立ってる。2017年のジャングルの生活、結構これ一般的なんですね。こちらも取材させていただいた。結構いっぱいある。サラダ油、政府で配給されたガスコンロなんですけど、多分ガスコンロは使いづらいから使ってない。でもこういう原始の生活の作り、家の作りはだけど、下はこんなに近代的なメッシのユニフォームがあったりする。追いついてないんだよ。そうかそうか。ナスは興奮したのか、何度も同じ話をした。だって家の作りはもう完全に昔の作りじゃないですか。そうそう、だから上へ畳んだんですよ。そう、だのに食べるものは自分で取ってきたり、そうそう、魚取ってきたり。そうです。だからすごいバランスが。でラジオあって、あパラボラなんてなくて、電話あって、テレビがある。そうです。日本がこういうの作りの時はなかったんですよ、テレビは。多分大正とかもっと前。そうです。その時代こんな作りじゃないですか。その時テレビは。それでもうテレビない。今の2017年の映画を見てるんですよ。だから時代とのギャップがある。そうそう。なんか喋りすぎました。なんかちょっと遅れたと思って。何何あ、パサデイタパサード。お風呂とトイレ全部同じものが国からしたの。全部で180家族分を作るよ。180。じゃあ皆さんこの町の方じゃないんですね。ああ、イキトスから来ている。お疲れ様。すごい。マレーシアの現地の国は世界がこういうこと起こってるんです。いきなりネットが。そうそうそう。もうどんどん文明が入ってる。海外の国々とかで割り出し交通の便が良くて、メジャーの国の人もこういうふうになっていて。そうですね。教会ですね。カトリック教かプロテスタントか知らないんだ。どう違うんですか。プロテスタントはローマ法はダメ。カトリックはローマ法のパープ。意外なんですよね。意外。部族も結構キリスト教。1532年からこんなふうに始まってるんですよ。もう始まってる。少しずつ増えた。小舟で次の村へ。すると船からオネコックのアンヘルがメッシセ。いってらっしゃい、愛してるわ。ナス D こと友よりディレクターの夢はこの先にあるアマゾン川をその目で見ること。幼少期から夢見ていたことらしく、半ば諦めてもいたが、間もなくその時が近づいていた。今度はこんな村に到着。すごいよ。よかったら案内するよ。この村はこれまでの村とは少し違った。ここは村で唯一のバーだ。ここも一つしかない病院だ。小猿をペットにしている子も。怖がってる。めっちゃ警戒してる。めっちゃ警戒してる。ラジャー。ラジャー。ラジャー。ありがとう。ラジャー。ラジャー。ブレタニア村にはね、石油基地があるの。石油の基地？基地なんだ。アンテバイ買ったから。ああ、じゃあ住民お金持ちの人多いのかな、もしかしたらな。嬉しいけど、インチが近くねえか。ゆっくりと進むヘンリー号。続いての村でも大勢の売り子さんが。そんな中、この女性はナス D を見かけ。なんだかかわいそうだからお金はいらないわ。これなんだろう。何の味。イチジク。スイーツもいただいた。この3日間食べ物には恵まれているが、睡眠時間が取れないナス。昼食の取材が始まった。これはね、スラロデポジョと言います。煮込んだ鶏のご飯、お米汁が入ってる、水分が。煮汁と鶏をご飯にかけたものです。そうでございます。だからそうそうそう、カレーラーみたい。普通の家庭ではこれ鶏だけじゃなくて人参、じゃがいもも。よりカレーライスに近い。近い近い。これこっちまた違いますよ。これは違う。これはだからグリーンピースのお菓子になるように。出来上がった料理がこちら。イエーイ、なんだろうこれ。カレーか。これうまいうまい。うまいうまい。味噌汁にしてくれよ。チキンポトフみたいな感じだ。うん。なんかこれでも体にいいだろうな。なんか全部無添加って感じしない。ナス D はこの日最初の食事。しかし箸が進まない。というのも。
全然ダメなやつもうグリーンピース入ってる時点でダメなんですよ。これまで散々いろんなものを食べてきたのにという感じだが、ここでナスならではの食べ方を思いついた。何やらキョロキョロし始めたが、これはジャングル見ながらジャングルを振りかけみたいな。えいっと気合を入れ、嫌いなものをジャングルを置かずに食べる。皆さんもお試しあれ。夕方、船内では撮影の空き時間に。通訳の西川さんがさっきから女性ずっと仲いいんですよ。ちょっとあのコーディネーターの西川さんのナンパがだいぶ長期戦に及んでますね。3つ4つ先にお母さんがいるんですが、お母さんがやっぱ時々あの注意しながら見てるというか、ちょっと心配そうに見てますね。今見ましたね。今見て気をつけて西川さん。お母さん見てるよ西川さん。なんかこんな空間だけどいろんなドラマがあるね。合流する人もいればね、降りる人もいる、売りに来る人もいる、ナンパする人もいる、いろんなドラマがある。乗客が寝静まった深夜0時、レケーナという町に到着。この村で降りる人を取材するため、ナス D はまた眠れなかった。24時に、ね、レケーナに着きましたけど、みんな寝てるんですよ。あの売り子たちがやってくるのがほとんどみんな寝てるのに、戦争起こる。そうです、日本でいうと1時とか2時の感覚なんですよ。みんな早く寝るから、そんな時間に買いますか、焼き魚、もしくは生の肉。買えないだろう。朝の二の前、寝てるのに売りに来る売り子、寝てるのに売られる客、誰も得しない。何が起こりますか。僕の結果によると、はい、戦争です。ナスは興奮していた。みんな俺よりマシだろうって、こんな真っ黒な顔して好奇の目で見られて、昼間は使われてアビスパに刺されて、ここアビスパやられてる、やられてやばい、誰も見てくれない、全然寝れなくて、明日もう3時半に目を起こせって言われて、お客さんの送りもしなきゃいけない、荷物も運ばなきゃいけない。はっきり言って襲撃されてる時よりきつい。俺より全員マシ、全員ね、地獄に落ちればいいんですよ。しかしこの後地獄に落ちるのは自分だった。さあ行きますよ。いるな、出てきたな、もう打ってきた、うひょー、始まった、うひょー、始まりました、来た、深夜のリコ寝てんのに、ほらすごい、すさまじいな、リコこう言ってるんですよ、こうして。はい、皆さんおはよう、お弁当はいかが。タピオカ、バナナもあるよ。この時間にワー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 言われたもん、たまき起こしてきた感じだな。買うかね。だがもちろん売れ行きは良くない。かわいそうに思ったナス D はこの女性が持っていたフルーツを一箱分買ってあげた。買います、やっぱ売れないもんこれ絶対。こちらはウマリという、うん、微妙、すさまじく微妙、すごい買っちゃった。はっきり言って全然美味しくないです。ごめん、よしよし、もっとあげよう、マスマスマス、これもう出た、減らさな、もうやばい、これ、じゃあ、もっとあげよう、待って、ちょっとあげよう、いらないよ、もういらないと。だが地元の人は美味しいよ、全然違う味覚が。一方、起こされた U字工事は町の中へ。あれあれ、コック、料理長、どこ行くの。もうちょっと船は止まってるみたいだから一緒に飲みましょう。やべ、誘われてる。さあどうぞ。なんか2丁目みたいな雰囲気になってる。日本人と飲むのは初めてだわ。ああ、すげえ、ちょっとくれた。あ、うめえビール、あー、うまい。はい、乾杯。日本とペルーの友好に。美味しいわ。いつも美味しい料理ありがとうございます。そんなのお安いご用よ。明日はあなたたちにたくさんご飯あげるからね。やっぱエコヒーキあるんですね。いつも飲むんですか、時間あるときは。こうして仲間とよく飲みに来るわ。料理長はお酒強いんですか。もちろん。色っぽかったの言い方が今。私を酔わせてどうするの。言うこと面白いな。
普段からずっと船でコックやってるんですか？15年やってるわ。じゃあ船に乗ってる時間も多いんですかね？そうね。彼氏はいるんですか、料理長は？残念だけど今はフリーなの。彼氏募集中よ。フリーか。どういう人のタイプなんですか？聞いてよ、実は初日から気になってる人がいるの。その好きな子だって一つで降りちゃうから、その前に告白した方がいいんじゃないですか？そうなのよ、だから私も今サインを送ってるのよ。毎日近くにいるのに鈍感な人だから気づいてくれないの。どんなサイン送るんですか？こんな感じでゆっくり流し目で見つめるの。今だったら酒の勢いで好きな人に告白できるんじゃない？やだ、もう恥ずかしいわ。照れてんな。一方、船にいるナス D は売り子さんから売れ残りをタダでもらっていた。サルサもどう？何でももうダメだよと。魚の卵入ってるの、うん、美味しい。リコ、魚の卵率が非常に高い。パプリカが入ってるからパプリカの味になってるんですよね。美味しいです、うん、美味しいよ。そしてリーサという魚を頭から丸ごと、うん、なんか、うん、リーサなくなった。リーサがなくなった。アユ、同じとそっくりですよ。アユの塩焼きの天ぷらで揚げた天丼風の、魚自体の甘みがあって味がするし、でも塩味強いみたいな感じがあるんですよ。そしてこちらはワニ。ワニ、うわ、すげえ皮ついてる。なんと皮ごと。硬い。うわ、出ました。おい、ワニの皮は財布にするもんだ、食べるもんじゃないぞ。うん、うん、うまい。と、ここで深夜1時、迷彩服を着た男たちが30人ほど乗り込んできた。一体何事か。よく見ると腰にはマシンが、そして乗客の荷物を物色。実は彼ら、検査して。何調べてるんですか？分からない、検問でしょ。深夜に突然手荷物検査が始まった。特に外国人はパスポートを入念にチェックされている。そんな騒動の中、ナス D はなんと足ついてます。まだワニを食べていた。足はどこ行っちゃったの？足、うん、足も美味しい。足、こんな状況を見た警察は、うん、お前よくそんなところまで食えるな。ちょっと記念に1枚撮らせてくれよ。ラッチャー、警察官です。警察官、うん、私持ってるよ。お姉コックと飲んでいた U 字工事が帰還。ちょっといい？さっきの気になる人が上にいるの。この二人には言わないでね、恥ずかしいから。お願いよ、二人には内緒ね。じゃあね、おやすみなさい。夢で会いましょう。アンヘルが言う上にいる男。今上にいる男といえば、ほら、え、ナスじゃねえか。ちなみにワニは骨だけになっていた。タピオカ来てるの、売れたタピオカ。なぁ、送ってない。そう、買っていこう。何しとる？大きい方がいい、大きい方がこっち。うん、大きい方がいい。タピオカこんな形売ってるんですよ。タピオカを揚げたもの、美味しい。美味しいよ。しタピオカ。いけるね、せんべいみたいな。癖なんだ。気がつけば、時刻は午前3時。アンヘルの個性って言われてるんで、もしに行きます。行ってきましょう。はい。ルーサーです。ウェルティアス。アンヘル、アンヘル。来た、来た、来た。持ってきたあの鳥たちは、今日で全部閉めるから。あなたも手伝ってね。初めての経験だった。どうですか？命を奪った気持ちは。すごい生き方しますね。上手だったよ。この日は、今日は少なくとも、まあ美味しいとか、まあ硬いねとか、あまり言いづらい気がします。やっぱり嫌な部分ではあると思う。料理の基本は
初殺すところから。そうですね、鶏って食べられるために生まれてきちゃってるから、ああどうしようもないよな。卵と同じでそこをやっただけ。え、そうなんですか。はい、ね、今日でイキトスに着くからみんなとももうお別れね。寂しくなりますね。ここのヘンリーではキッチンスタッフはこの時も力もあってガッツもあって体力もある、でも女性的に美味しい料理を作れる、もう全員おねを雇うらしいです。僕のおねは間違いなく考えてます。ヘンリーはいいですよね。人もいいし楽しい、楽しい、料理美味しいし。でも最後の日になりましたね。大神秘の夜が明けます。食材は全て使い切る。まずは朝食のオートミールを作り、同時にランチも準備。これが最後の料理となる。一体何ができるのか。